出撃以来早い90日、普段の緊張を続けながら日は過ぎていった。紺碧の海の色も、茜さす美しい夕空も、艦内勤務者にとってはもはや忘れられた色となった。毎日の缶詰生活に飽きてくる頃となり、たったネギの根だけがわずかに生の野菜といえば言えるのである。こんな時、我々に大きな慰めを与えてくれるものはトビウオである。勢いよく水上を走ってきたと思うと、ポンと甲板に飛び上がってくる。乗組員たちは敵将船と同様にこの獲物を待ち焦がれる。数匹のトビウオは艦全体には行き渡らない。まず艦長から順次に配給される。このトビウオの味のうまさは忘れることのできないものの一つであった。日ごと夜ごとの缶詰生活は胃腸を壊しやすい。食後には消化錠、ビタミン AB、 肝油球、視力回復錠と副食物よりも薬の方を多く飲むのである。軍医長は限りある小人数で多くの激しい勤務をせねばならぬ人たちに、少しでも病気をさしてはならぬと乗組員の健康を常に注意しているのである。